ハロー YouTube にハオヨークワンリンチですえっとですね今日もですね日中を股にかけたえー、むしろかかりたかったバイリンガルの僕がですね皆様に中華ニュースをお届けしようと思いますはいえっとですね今回の中華ニュースなんですけどもねあの中国の、えー、急激なねあの変化というか手のひら返しというかねあのこの変化はねすごいなということでですね、えー、まず1個目はですねえー、っと2022年 今年の9月22日なんですけども例の病気を解放すればかわいそうなことになるのはどの層の人たちだと国家はもっと多くの人民のために考えているんだよとそういった記事を出していたんですよね。 えー、それがですねあの2022年、えー、12月4日ということで、まあ、2ヶ月半ぐらい経った感じのところでですねああのー、まあ、コントロールね、ね、まあ、例の病気に対する、えー、コントロールをねあのーえー、解放するのに、えー、反対する人たちはまあ意図的にね、えー、例の病気の何、まあ、ていうのかな。これな えとねまあ、誇張するというか、まあ、恐怖を煽るというか、ねえー、恐怖を煽っていると、えー、それで、ね、これは、えーひょあのーえー、海外の、ねえー、敵対勢力の陰謀かもしれないということで、ね、あの中国国内の人や修理って言ってですね あの境外勢力と、えー、言うんですけども、えー、これがですね要はねあの常にあの海外の、ね、勢力が、ねえー、中国を、えー、攻撃していると、まあ、そういうふうに、ね、あの宣伝している、えー、わけなんですよね。でこれはね、まあ、ある意味、まあ、事実なんですけども、そういった勢力というのは、ね、実際に、ね、存在しているんですけども、まあ、例えばね、まあ 国そのものが、ね、それなりにあの安定していればねあのそこまで、ね、あの気にならないわけなんですよねだからその海外勢力があのその中国を攻撃していてその情報を、ね、あの国内にバーって流しても、ね、全然気にならないわけなんですよね、まあ、大した影響ないかなみたいな、ね、感じになるんですよね、まあ、例えば、ね、あの日本だったらあのクジラの話とかあるじゃないですか日本を捕鯨やってるよつってねって海外の,、ね、の,その反,反日というか、まあ、まあ団体がですね あのこういう日本、このクジラ取るのやめろって、えー、それをね日本国内で大々的に報道してもねまあ日本だとそこまで気にならないじゃないですかでもあの中国の人たちねあのめっちゃ気にするんですよ、なぜかめっちゃ気にするんですよね、で、えー、たまにはね日本とかだとねその海外勢力のマスコミね、えー、の意図的に利用してね賄賂を防ごうとかね、えー、そういったことをするわけなんですけどもね、まあ、中国ではなぜかそういった現象が起こらない、まあ、海外勢力悪いと。 もうそれでね、いっ度終わりなんですよね。<laughs> えそれでですね、あのまあ、今ねあの北京の方あの解放されたじゃないですか。えー、解放されてですね、あのそしたらねあの病院にあのたくさんの人が押しかけていくと、えっ、ー、とこれ小え自動化じゃないか小児科か、えー、小児科病院にですねあの大量の人がねあの押し寄せてくるということで、まあ、これはねあのある種の神経病ということでですね一種の精神病なんですよね。 あのえ風邪をひいたら、まあ、発熱したらですね病院に行かなくちゃいけないというねあのアホなマインドを持っているので、あの風邪引ひいたらまあいいから家で寝てろっても何回も言ってもこ,うこういつら分からないんですよね、えそれで、ね、病院のベッドに,あのそのに寝て、えー、点滴を打つとえ、それをやらないと気が済まないんです、本当に。あの点滴って何言うのかな 中にはそらくなんかあのスポーツ飲料的なものが、ね、あの入っているだけだと思われるんですけども、えー、それを打つとですね、まあ、点滴をやるとですね、まあ、心理的作用で、えー、こいつらあの安定するという、まあ、別に飲んでも一緒なんですけども、えー、そういうマインドなんですよね。 えーとねまあ、普通にしてたら、まあ、日本だったらたぶ、ね、んか適当に、まあ、母ちゃんが薬局で、えー、なんか薬を買ってきて、あのー、寝といたらというふうに、ねあのー、やると思うんですけど、もね、あのー、<laughs> 中国人は基本的に全力で騒ぐんだよで、おそらくこのねあのあのあの北京の普通の病院に来ている人たちっていうのはほとんどがね、えー、普通の風邪だと思うんですよ、でもあのこ,こういうふうに騒ぎ立てると。 まあちなみにね、僕はエジプト行った時はですね、もしあの例の病気にかかったら寝てればいいんじゃんみたいなね、そんな感じにえなっていますよね,えとねまあそんな感じでえ今、ね、最近なんかもう本当に全力であの手のひら返しというかね、俳優がえ150名で12名の監督で撮ったあのしかもなんか無償で撮った動画というのがねえ流れていましてまあ脂っこい動画なんですけどもね相変わらずね あの、まあ、みんなでマスクを外しましょうみたいなね、えー、動画が、ね、今、ね、あの出回っているということでねこれはね夏野が、まあ、最初からやってれば、ね、いいと思うんですけどもねこんなもんにビビってんなよわ、こらみたいな感じでねあのやってればなんか全然いいと思うんですけどもねでこんな動画、別にあの正面から撮って、あのー、マスクをね。ね 外すだけなんですけどもね、えー、それに、なんていうのかな、12名の監督と、えー、150名のなんか俳優ということで、まあ、あの別にスマホで撮ればいいんじゃないとまあい結構、ね、きちっとしたカメラで、ね、撮ってるみたいなんですけどもね、えー、スマホで撮れば、えー、済むという感じのね、あの話ですね、まあ、だから手のひら返しがすごいということなんですけども、そんな中です、<laughs> 北京ね。 北京ですね。12月9日から、えー、なんつうのかな、えー、と例の病気の感染者数を公開しないと、そういう風なね方向性にねあの動いたということでね。これはねあのまあ手のひら返しなんですけども。 あの見事だと思います、あの本当いらないんであの、別に統計取らなくていいんで、えー、と統計はなんか正確に、えー、取れないばかりか、なんか、ね、もう煽ることになってしまうだけなんで、もう本当にねあのどうでもいいななんか、ねえー、数字なんですよね、あのだから結局、家で寝てるしかね、えー、ないということでね、まあ、ね厳しいと、えー、<laughs> まあまあまあ別に騒ぐ,騒ぐと厳しいと。あの お家で寝てると何でもない病気で特にねあのなんかお,おみなんとかさんになってからはね、えー、どうでもいい、えー、感じに、ね、あのなってき,てきますよね。えー、そんな中、ですねあの1月、えー、9日からですね中国があの解放されてあのなんていうのかな家庭での、えー、隔離のみになると、そういうふうに、ねえーとねまあ、要はあの今までなんか21日間とか最大だってたのかな。えー、3週間とか の隔離をねあのやっていたわけなんですけども、まあ、それでなんか家で1週間、も1ヶ月近くやってたのかな、えー、それがですねあの隔離、えー、0日と、えー、であの家で、ね、3日の,、ね、あの経過観察の、まだやるのかよみたいな感じなんですけどね、ね、まあ、これはもうやっぱレベル低いなと思って、まあ、こんなもんになビビってるやつらは、ねあのまあ、どうしようもないんですよね、本当にね、なんかもう心がねなんていうのかな、まあ、ビビりまくってるというかあ、心が弱いんだなみたいなね。 えそんな感じなんですけども、まだいるかという感じではあるんですけども、まあ、まあだいぶあ3日ぐらいならいいかみたいな、ねえー、感じに、ねあのー、なってきましたよね。 えっとまあそれでもねあのなんのかな今まで、えー、コロ、えー、まあ、例の病気のあの後遺症はなくてもですね言っちゃった、えー、例の病気の後遺症なくても、えー、例の病気対策に対する、えー、が起こした後遺症っていうのはね、えー、これからもねどん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 ねあの後遺症あのひどいことになっていくと思うんでね,ね特にあの経済関係の後遺症はね。 あの動くなっていくと思います、まあ、どん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 ん、ね、国内からね、えー、まともな人が、えー、逃げてですねあのまともな企業が、ね、逃げていくみたいなね、えー、感じになっていくと思うんでね、まあ、ここから、まあ、少し回復するかな、まあ、少し回復して今株もねちょっと上がってるんでね、えー、少し、えー、回復すると思うんだけども、まあ、残念ながら、ね、なんか元には戻らないと思いますよはい、えー、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフロントでよろしくお願いします。それででは皆さんリンチーでした